意地悪する方やもういけないけどね、やられるや、どこの会社行ってもやられますってのは、あんたが出してる波動なんだよ。おどおどビクビクはダメなんだよ。可愛らしさを装ってんのかなんだかわかんないけど、ね、15、16の小娘じゃねえんだから、そんなことやってたら不幸になるだけだからしっかり生きる。舐められちゃダメなんだよ。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。舐められちゃいけない、威張っちゃいけない、それを脳にすり込みなさいとひとりさんが言います。なぜこれをそんなにしっかり脳に留め置く必要があるのでしょうか。私たちはみんな社会の中で生きています。その中で人に親切にしたり優しくしたりするのですが、それを正しく受け止めてもらえる人と逆手に取られて舐められる人とがいます。舐められる人は何をやってもストレートに相手に受け取ってもらえません。正しいことを言っても聞いてもらえず、注意をしても無視されたりします。舐められない人でいることは、人間関係を築く上でとても大切なことです。今回は、舐められない人になる方法と、舐められずに生きることの必要性について、ひとりさんが教えてくれます。幸せでいるためにとても大切なことですので、ぜひ最後までゆっくり聞いてください。舐められちゃダメなんだよ。舐められながらな、幸せになることなんかできないんだよ。で、ここに来てる人みんないい人だけど、みんな舐められてんの。いや、本当なんだよ。舐められたらダメなんだよ。舐められたらね、正しいこと言っても聞いてもらえないんだよ。1たす1は2っつったって聞いてもらえないんだよ。舐められちゃうと本当にそうなんだよ。だって笑顔の方がいいに決まってんだよ。ね？愛のある言葉の方がいいに決まってんだよ。それを人に言っただけでね、変な宗教でも入ったんじゃねえかとか言うんだよね。なんでそういうこと言われるんですか？舐められてんだよ。考えてみたことあるかい？この前この話したらちょっと、これ過激だからテープから削除しようかなと思ったら、この前、いや今日来たらね、今日その話で救われましたって人がいて、で、その話はね、なんかね、これ人から聞いた話なんだけど、女の子とね、スキーに行ったんだって、泊まりで。一つの部屋で泊まってだよ。で、旅行まで行ってんのに何にもさせないんだって。舐められてんだよね。本当だよ。そういう時はもう雪の中に置いて帰ってきちゃうぐらいの舐められたら愛は生まれないよ。だってこの男には何してもいいと思ってんだよな。旅館代からなんか全部出させて同じ部屋に泊まってね、手も握らせないでいいと思ってんだよな。非常識だよな。いや、そこまで嫌だったら、ね、泊まりで行かなきゃいいんだよな。嫌だって言えばいいんだよ。日帰りなら行くけど、泊まりじゃ嫌だって言えばいいんだよな。だから、舐められてんだよって俺が言うの。とね、みんなね、優しくしてりゃモテると思ってるけど、舐められたらモテないんだよ。だって、あんたより優しくない男とか、ろくでもない男にどんどん女取られちゃうってのはどういうわけなのって。だからね、舐められちゃうとダメなんだよって。だから、まあ、クリームの話今日してっから言って、クリームだけの話じゃないんだよ。友達にね、言おうが何しようが誰も買ってくんないっていう人いるんだよね。あんた舐められてんだよって。だって、親友だと思ってたら親友ってずっと付き合ってんだよ。それがたった5000円のものもあんたから買いたくないって舐められてんだよ。いや、本当なんだよ。で、どうしたらいいんですかっていうとね、脳に、威張っちゃいけない、舐められちゃいけないって、一日何回も言ってくとね、スッと答えが出るの。舐められちゃいけないっていうのが入ってないんだよ。わかるかな？脳の中に入ってないの。羊ってね、羊同士で角を突き合わせたりなんかやってんだよ。その代わり、ライオンが来ると戦ってる、羊とか見たことある？ないんだ、あれ。ライオンが来たら食われるとしか脳に入ってないんだよ。だから舐められちゃいけないってのが入ってないんだよ。ここが問題なんだよ。
で、親の代からずーっとそういう育てられ方してるんだよ。だからいじめられる子ってね、おとなしくていい子なんだよ。ただ舐められちゃいけないっていうのが教わってないんだよ。いい子にしてればいいんだと思ってんだよ。いい子にしてるといじめる奴がいるんだよ。だからみんなちゃんと子供の教育やなんかして、お前舐められちゃダメだよって。うちの社長なんか一番最初に金のロレックス買いなとかって言うのね。で、金のロレックスだろうが何だろうが時間は同じなんだよ。あ、本当なんだよ。ただ、この世の中ってハッタリもいるんだよ。みんな覚えときなよ、でね。同じ1000円の服買うんでも高そうに見えるもん買うんだよ。なんでかって言うと、ここにいる人は勉強するんだよ。勉強するってことは人の上に立って指導するんだよ。指導する人間が舐められてたらダメなんだよ。よく精神論者の人ってね、舐められても怒っちゃいけないだとか、ああじゃないとかってずっと言うんだよ。舐められながら気分なんかいいわけないんだよ。俺なんか自分が舐められても頭へ来るんだよ。だけど俺の弟子が外で舐められてると思っただけで頭へ来るんだよ。勉強もしてるし人もいいしな。みんな愛があるんだよ。だけど大概ね、俺のお弟子さんの子、学校時代いじめられてましたとか、そういう子多いんだよ。なんでいじめられんのって。親がね、みんなと仲良くやるんだよ、はいはいっつってればいいんだから、そんな教育ばっかしてんだよ。だから脳に舐められちゃいけないが入ってないんだよ。俺たちは羊じゃないよ。俺たちはね、人間だよ。だから平気でね、いじめるやつってね、雑巾の水飲ましたりなんか平気でするんだよ。ふざけんなよ。俺たちはいじめられるために生きてきたんじゃないよ。特にこんなにいい人いじめちゃいけないんだぞ。だけどいじめられる方も悪いんだよ。おど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 してんだよ。堂々としてみよう。心臓なんかバクバクしてたっていいんだよ。わかりゃしねえんだからな、もう。ともかく堂々としてるの。ね。で、いじめられたら警察行くとか、対処の仕方はいくらでもあるんだよ。で、強くない限り正義は絶対通らないんだよ。正しいことも通らないんだよ。よくね、天国言葉一生懸命言ってんだけど、誰もやってくんないんですとか、ひとりさんの教えを一生懸命話しても誰も聞いてくんないんです。あんたが舐められてんだよって。言い方が悪いんじゃないんだよ。鼻から舐められてんだよ。欲持たなきゃいけない。舐められちゃいけない。この二つだけ覚えて帰んないと、いくらここで勉強しても何の役にも立たないよ。で、脳の中に舐められちゃいけない。いかい、えばるのもいけないんだよ。えばってるやつってのは舐められたくないからやってんだよ。舐められてるやつよりはマシなんだよ。だけど、えばるってかっこよくないからな。えばっちゃいけないし、舐められちゃいけない。頭に何回も何回も、一日100回ぐらい言ってっとね、自然と舐められない顔になってくんの。舐められるやつって舐めたい顔してんだよ。自分が思っていることを言いたいのですが、言えません。以前あなたは面白いと思って言ったんでしょうが、私は傷ついたと言われたことがあり、それ以来思ってることも言えず、人の話を聞いて笑っているしかできなくなってしまいました。これからは仕事に対する意見も言いたいし、昼休みの仲間と楽しく話しながら過ごせたらと思うのですが、どうしたらいいでしょうか。39歳、会社員。人間ってのはね、ちょっと口滑らしちゃうこともあるんだよね。で、傷つけちゃったことは、それは悪かったんだよなって。だけど、そんなことを言われたぐらいで口聞けないとか、大体舐められてんだよ、あんたが。ね、そんなことじゃしっかりしないよ。人間だから間違えることもあるよって。そうやって言えばいいだけだもん。ね、完璧じゃないんだから、言ってるあんただって完璧じゃないよって。わかった？
ね、で、いちいち落ち込んでると不幸な人間が増えてしょうがないんだよ。で、何かにつけて落ち込まない。わかった。何かあったら這いずり上がってくるの。わかった。転んでもいいから起きるんだよ。転んだ上でいつまで寝てたら通行妨害だからね。わかったかい？立ち上がってください。以上です。人見知りですが、人の輪に入るにはどうしたらいいでしょうか。いつも人間関係で悩んでいます。すごく人見知りするので、みんなの輪の中に入っていけず、お昼休みは一人でご飯を食べることが多いです。挨拶しても無視されたり、陰口を言われたりして、会社に行くのが嫌になって仕事を辞めてしまいます。会社を変わっても人間関係は同じで楽しくありません。楽しく仕事できる人間関係にしていきたいです。どうかお知恵をください。40歳無職。これね、何度も言ってるんだけどね、あんた舐められてんだよ。で、舐められる人のね、意地悪されたり舐められる人の特徴って、おどおどビクビク、おどおどビクビクしてんだよ。それやめろって言ってんじゃないの。おどおどしてないふりするの。演技でいいから、ね、ドカッと構えてニコッとしてるとかっていう、それからやってみな。いいか。えばっちゃいけない、舐められちゃいけない、これ1日100回ぐらい言って、堂々としてる訓練するの。それだけで人生変わるから、問題を他にずらしちゃダメだよ。いいか、あなたのおどおどビクビク波動やめな。それみっともねえから。な、誰も幸せになんないから、その波動を出しちゃダメだよ。わかったかよ、羊でもなんでもおどおどビクビク一番弱そうなのから食われるんだからね。人間だけが波動を変えられるんだから、せっかく一人さんとの勉強してるんだから、舐められちゃダメだよ。舐められる、意地悪する方やもういけないけどね、やられるや、どこの会社行ってもやられますってのは、あんたが出してる波動なんだよ。おどおどビクビクはダメなんだよ。可愛らしさを装ってんのかなんだかわかんないけど、ね、15、16の小娘じゃねえんだから、そんなことやってたら不幸になるだけだからしっかり生きる。わかった？舐められちゃダメなんだよ。わかったかい？はい、以上です。嫌いで攻撃的な人に感謝できないのですが、私のことを嫌いで、些細なことでも突っかかってくる攻撃的な人間に感謝できません。そういう人との会話も、給料の一部だからと仕事としては割り切りますが、その人の存在を感謝することができません。どうすればよいでしょうか？33歳会社員。はい、お答えします。これもね、簡単に言うと舐められてんだよね。で、舐められてる人の特徴っていうのはね、いつもおど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 ビク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 してんのね。これをやめてね、えばっちゃいけない、舐められちゃいけない。これ一日何回か言ってると自然に対処ができるようになるからね。まずはやってみてください。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないという言葉について。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないという言葉に、ハッとしました。なぜこの言葉は重要なのでしょうか。また、どんな時に特に大事な言葉ですか。誰との間で大事ですか。この言葉はね、全員です。よく夫婦だと仲良くして空気みたい存在になってとかっていう人いるのね。で、空気みたい存在でいいんだったら結婚しないで空気抱いて寝てな。奥さんだって旦那に舐められて馬鹿にされてたらダメなんだよ。旦那だって奥さんに馬鹿にされてたらダメなんだよ。で、舐められないって、いつ舐められないようにするんですか？で、いつもだよ。舐められない人って舐められないんだよ。だからって仲良くなったからって馬鹿にされてんのと違うんだよ。親しくなるのと馬鹿にされるのは違うんだよ。そのことよく、勘違いしちゃダメだよ。夫婦でいくら仲良くて50年連れ添ってたって、奥さんのこと馬鹿にしてるとか、旦那のこと馬鹿にしてて、楽しい夫婦生活とかできないんだよ。しっかりそのこと考えないとダメだよ。以上です。自分が威張らなくなる、舐められなくなる方法について。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないという言葉についてご質問です。気がつかないうちに威張ってしまうことがあると思うのですが、威張らなくなるコツはありますでしょうか？また、舐められちゃいけないということについては、どうすれば誰からも舐められなくなるのかがよくわかりません。舐められない自分になるための心の持ち方や言葉、行動のヒントをお教えいただければ幸いです。はい、まずね、最初の質問ね、えばっちゃいけない、えばっちゃいけない、舐められちゃいけない、えばっちゃいけない、舐められちゃいけないっていうのを頭に入れておくとね、えばっちゃう人ってね、えばっちゃいけないっていうのが入ってないの。すぐ舐められちゃうって人は脳に舐められちゃいけないが入ってないの。
例えば羊やなんかっていうのは、あの角で毎日戦ってんのに、虎とかライオンとかを食うと、戦うっていうのが頭に入ってないから、ただ食われるだけの、おとなしくしてて。で、人間は羊じゃないんだよっていうの。わかるかな？で、どうしたらえばらなくなりますかって、えばっちゃいけない、舐められちゃいけないって入れてると、えばっちゃいけないんだ。ゆっくり話せばいいんだ。わかるように話せばいいんだって気持ちになるの。ところがやってみるとそれができないの。で、ついまた癖でえばっちゃうこともあるの。ただその時、やっちゃったよ俺。えばっちゃったよとかって嫌な気分がするの。OK ですか？嫌な気分がするということは、そこで反省なの。で、そこで、じゃあ次からはこのバカ野郎っていうとこを、アホだなとか、お前ダメだよとか、だんだんそれが進歩するんで、ピラミッドだって下の1階から築き上げてんだよね。わかるかい？東京駅行くって、新興屋から東京駅行くとするじゃない。と、乗っかったら東京駅じゃないからってすぐがっかりするけど、白井亀戸錦糸町ってなってんだよね。わかるかい？一つずつ行くんだよね。それを、なんで東京駅じゃないんだろうって言って、いちいち電車から降りてベンチへ座って悩むのやめな。時間の無駄だから、ね。そういうふうに失敗しながら行くんだよ。だけど、それまでは、怒鳴ってても反省すらしてなかったんだよな。それがなんで俺は、ね、毎日ね、えばっちゃいけないって言ってのにやっちゃうんだろうって、反省するだけマシ。ね。一年生、二年生って上がっていくんだよっていうこと。それから、舐められちゃいけないっていうのは、舐められちゃいけないっていうことをいつも言ってるの。言ってれば脳はちゃんとそういうふうに反応するようになってるから、ただいきなりはできないの。少しずつ少しずつなの。えばっちゃいけない人間が、えばらなくなるのに時間がかかるように、わかるかい？ね、一階、二階、三階、四階ってね、ピラミッドは積み上げてったの。それと同じようにあなたも積み上げていきなさい。わかったかい？以上です。身近な人間との間で、威張っちゃいけない、舐められちゃいけないを実践するコツ。夫婦や親子、職場の上司、部下など、相手が身近であるほどお互いに遠慮がなくなるし、同時に感情も大きく動きがちだと思います。実際自分が怒った時、相手に強く言いすぎて後から後悔したことがありました。また、無神経な言葉を使ってしまったこともあると思います。反対に相手を怒らせたり、悲しませたり、傷つけたりするのが嫌で、本当は言うべき言葉を飲み込んでしまったこともある気がします。相手が身近なほど、威張らない、舐められないは難しくなる気がするのですが、どうすればよいでしょうか。ヒントをいただければ幸いです。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないってのは難しいと思います。最高に難しいんだよ。簡単に言うとね、最高に難しいことだから挑戦する価値があるの。簡単なことに挑戦したって何のご利益もなければご褒美もないよ。ね、難しいから挑戦するの。それと、周りの人にね、ついつい言っちゃうとかって言うけど、周りの人だから大切にするの。わかる？だから周りの人に怒っちゃいけないんじゃなくて、よく人を傷つけるようなことを言っちゃう、あなたの言葉で傷ついたって言われたもんだから、私はそれからね、言いたいことも言えなくなって口聞けなくなったっていう人がいるの。黙ってなよ、ずっと黙ってなって。一生黙ってられないんだよ。その時、上手に言おうとするんだよ。注意されたから、口が聞けなくなりました。口聞かないでずっといてみな。そんなことやれっこないんだよ。ね、そしたらお利口になって、口を傷つけないように相手に意思を伝えるのはどうしようってお利口になるの。ね。今まで怒っちゃうとこだ。このバカ野郎って君ちょっとおいで。いい話があるからな。これはこういう風にした方が絶対得だぞって。で、これやってごらんって。そうやって言えばいいんだよね。怒らなくたって教えりゃいいんだよな。ね。だからいいことはどん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 やっていけばいいんだよな。で、身近だとそれができませんって。嘘をつくなよって。じゃあ他人の赤の他人どうなってるかって。ね。わかるかい？身近だから気を使うんだよ、お互いに。だから円滑に行くんだよ。わかったかい？ね。だから、身近の人ほど、怒鳴らないで喋れれば一番いいの。ね。それから、身近だからこそ、お互い馬鹿にしたり馬鹿にし合っちゃいけない。尊重し合って生きていかなかったら、人間としての世界が成り立たないよって。はい、以上です。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないと、魂に成長について。威張っちゃいけない、舐められちゃいけないということと、
愛と光と忍耐で生きること、魂の成長の関連についてよろしければお教えいただければ幸いです。はい、お答えします。これの答えなんだけどね、だいぶ前にね、お姉さんのとこ行った時にいた男性がね、ひとりさんに一言お教えを、私に一言ね、自分に対する教えをくださいって言った人いるの。その人に言ったの、一言じゃ足んない。なんでかって言うと、俺のお弟子さんだって、弟子になって、そばにいてても、20年も30年も未だに勉強してんだよね。で、魂の成長って一歩一歩でいろんなことなの。一言言って解決するような簡単な世の中に仕組みがないんだよ。ね、だからことわざだっていろいろあるし、自分を励ます言葉だっていろいろあるし、口癖だっていいのがいっぱいあるんだよね。どの場所どの場所で何を使うかっていうことなんだよな。だからいくつも勉強して覚えなきゃいけないんだよ。わかるかい？嫌な人がいた時、感謝してますって言って解決する人もいるんだよ。だからそれを言って解決しないんだとしたら、これは私舐められてんだって。ビクビクおどおどするのやめようとか、次の手考えるんだよ。またそれでダメならその次の手考えなきゃいけないんだよ。ともかく解決するまで やる。ともかくあなたが幸せになるまでやり続けなきゃダメなんだよ。それから仕事の問題もあれば、人間関係の問題もある。経済の問題もいろんなものがあるんだよ。それを一個一個クリアしていくんだよ。ね、だから一言教えをお願いします。一言で足りるんだったら本が一ページで足りるんだよ。なんで本だって何冊も何冊も出さなきゃいけないの？ね？人生はなんで一日じゃないの？わかるかい？一言の教えで済むなら人は一日生まれりゃわかるんだよ。なんで人間って何十年もかかるの？で、なんで何十年もが何回も何回も生まれてくるの？ね？俺たちの魂の成長ってのは、いろんなことであっちぶつかりこっちぶつかりながら魂が成長するの。この中の階段にとって一歩なの。舐められちゃいけないんだよとか、人をバカにしちゃいけないんだよとか。わかったかい？そうするとまた次の展開が出てくるから、そしたらまた一歩また一歩、一生学び続けるの。で、人はあの世に行くとまた向こうで学ぶの。で、向こうで学んだことを本当にここでは実験する場所なの。ね。だから、これを辛いと思うのか、こんなにまだまだ修行することがあるっていうことを楽しいと思うのか、そこの違いなんだよな。わかる人がいてくれることを信じて入れました。以上です。感謝してます。人間関係がうまくいかない根本的な理由の一つは、舐められることにあります。意地悪をされたり、嫌なことを押し付けられたり、無理なことを頼まれたり、それ以外にも、こちらが親切で教えてあげているのに、その話を聞いてもらえなかったりということがあります。これらの原因はすべて、あなたが舐められていることにあります。どうでもいいことに突っかかられるのも、舐められている証拠です。舐められるとは、馬鹿にされているのと同じです。ご馳走したのにお礼の一つも言われず、当たり前のように相手が振る舞うのは、舐めて馬鹿にしているからです。親しいことと舐められることとは違います。家族や友達同士、恋人といった近しい関係であっても、本来は相手を舐めたり馬鹿にすることはありません。舐められるということは、相手はあなたにそういう態度をとっても大丈夫だと思っているということです。意地悪をしても軽くあしらっても、そしてお礼を言わなくても大丈夫だと思われています。人から舐められていては楽しく生きることも、自分の人生を思いっきり進むこともできません。嫌だけど仕方ないと我慢したり、相手も思うところがあるのだろうと無理やりに自分を納得させて、自分で自分を苦しめることになります。舐められ人生から抜け出すためにできることがあります。舐められちゃいけない、威張っちゃいけないと自分の脳に言い聞かせることです。何度も繰り返して頭にすり込むことが大切です。舐められる人は自分が舐められていると気づいていません。意地悪をされて嫌だとか、嫌なことばかり起きるとそこに意識を向けています。ですが物事は意識を向けたことが大きくなりますから、そんなことをしていたらどんどん状況が悪くなるだけ。
事態を好転させたいのであれば、自分が舐められているとまず気づいてください。気づくことができたら、脳はそうならないために必要なことを引っ張ってきてくれます。舐められちゃいけないと脳にすり込んでいると、舐められないためにやることをあなたに教えてくれるのです。そこでひらめいたことをちゃんと行動すれば、あなたは舐められない人になっていきます。おどおどしたり、何でも受け入れますよという態度でいれば、周りはあなたを舐めてきます。振りだけでも構いませんから、堂々といることで、それが舐められない現実を作っていくのです。嫌なことばかり起きると泣いていてもどうにもなりません。あなたは不幸にならないよう、あなたの人生をしっかり生きる覚悟をしてください。舐められちゃいけない、威張っちゃいけないという言葉を意識できるようになれば、それにまつわる出来事に気づけるようになります。何か舐められるようなことをされたり、自分が偉そうな態度をとってしまった時に、頭に言葉が浮かぶのです。嫌な気分がして、脳が警鐘を鳴らしてくれますから、それによって自分の態度を改めることができます。私たちは失敗する生き物です。それを止めることはできません。大切なのは失敗しないことではなく、それに気づいて反省し改善することです。この話を聞いてやってみたけど全然うまくいかなかったとか、もっと嫌なことが起きるとしても、それは改善の余地がまだあるというだけです。やっても無駄だと諦めずに、とにかくやり続けてください。そもそも一つや二つやってみただけでうまくいくなんて、そんなはずはありません。もちろん一回でうまくいくこともありますが、大抵は繰り返し改善していいところに行き着きます。幸せになるまでやり続けてください。勉強することはたくさんあります。いろんな壁にぶつかって、一歩ずつ進んだり後退したりしながら歩くのが修行です。修行の途中で誰かに何かを言われたからとそこでやめたら、進歩はありません。言われたことにがっかりしたり傷ついたりしたとしても、また立ち上がって歩いてください。次は失敗経験を生かして改善すればいいだけです。幸せに定められた方はありません。あなたが自分のためだけにオリジナルで幸せを紡いでいくのです。舐められず威張らず、人に親切に愛を持って生きること、それがしっかり幸せに生きるということです。私たちはみんな幸せになるように作られています。舵取りを忘れて不幸になってはいけません。自分の人生ですから、欲を持って楽しく生きましょう。あなたの人生は幸せにしかつながっていないのです。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたに全ての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。